最新不動産情報。どうもベタのすいません芸人 WG 修造圭です。半年ぶりぐらい、もっとか、もうだってスーパーロックダウンからのだけお待たせしすぎたんじゃない。マジで1年ぶりとかのかな、うん、1年ぶりはちょっと言い過ぎか。でもやがてそんぐらい10ヶ月とかじゃない。して今回はね、毎回言うけど真の最新物件、今回紹介するのはメトロポールギャラリアレジデンス。杉本さん今日ね来てないのがもう非常に残念なんですが、もう僕らでねこう案内するんですよ。でここすごいのがね、もう4月30日に開通する橋、トゥーティエムの2番目の橋が開通するんですよ。そこの目の前にある物件、レタントンまでタクシーで3分ぐらい、徒歩で、橋渡ったらすぐレタントンなんで、最新の物件を紹介します。今回ね賃貸ではないんですよ、バイバイ。なので購入考えてる方、投資考えてる方、ぜひこちらの動画参考にしてください。それでは見に行ってみましょう。レッツゴー。お、畳あるし、あ、ママ線もできるんじゃない。うわー、めっちゃおしゃれー。リビング広、そしてめっちゃおしゃれ。もう広いとおしゃれ、広しゃれの10よ。広しゃれの10、広しゃれの10、うん、あのバカバクみたいなみたいなよ、もうボカブラーだ。靴箱まず見てください。こんなライトでさ照らしてる靴箱ある？まあ物を置いたりとかしたら照らされてね、もう入った瞬間におしゃれ感じれる靴箱とか物置きとかなんでしょうね。これも広いよ、広いよ。収納入った瞬間にあります。これあれだね、クイズ番組の早押しでしか見たことないかな。こんでしょ、すげえ。普通のパチパチじゃないよ、日本のねあのパチパチの感じ。でもこれもあります、タッチパネルでね、計算機できたりとか。だけ8円なり16円なりできるわけよ。3580なり、ついていけてないのよ。でもまあそういうことだ。だけどもうちょっとしたねタブレットの機能はここでこと足りるということです。すごい、すごい。キッチン、まあ、ワンベッドルームなんでね、このこれぐらいの広さで十分ですよ。結構広いね。いだいぶ広く、この字だ、この字。 L 字は絵を聞くけどこの字はないでしょ。ほんとおしゃれだな。なんかこう床もめっちゃおしゃれだった。気づいた。はあ、激アツです。で収納も広いしさ、まあ、二口ボンロですよ。めっちゃ光ってるここも。ほら、あ、こんなだけライトの仕方、やっぱ埋め込みがおしゃれないよ。その垂れてたりとかさ、日本みたいなあの和式のさ、ポーンって上から降ってきて邪魔って。痩せらしいってなるやん。それが一切ない。すごい、今までなんかあれがなんか線香花火で綺麗とか言ってたのに無駄がない。2022年、いや素晴らしい、埋め込みの年。そう、埋め込みの年は本当無駄ないもん、上見て。でこういうライトにしてさ、上から垂れ下がってないわけ、こう光で。いやキッチンで垂れ下がり系ってやつもあんまないよね。で上もね収納たくさんありますし、天井あって、うん、他のはやっぱないよね、収納とかしか。マジでこれ収納と思って開けたら冷蔵庫よ。本当し激アツです。本当知らなかった？え？なんか怪しい。下の冷蔵庫。知ってるやん。知ってるやん。いやこれはね、いやすごいね、すごい。冷蔵庫もさ家に埋め込んどる。すげ
ターミネーター2の世界すべてビューンって入れるって言ったこの部屋はなるほど、洗濯機倉庫としても使える。そうね、ここだけ若手芸人だったらこう住んどる感じでしょ。お前の初代の芸人はこんな感じだよ。そうね、なんか悔しい、もっと広かったって言いたいけどでも本当に広いね。ここに収納とかできるね、確かに。そしてめちゃくちゃ広いリビングよ。広で、ここ見て窓ガラスがあってちぐわーっと開けれるよ。すげえ。よく俺が言う地球が庭、地球が庭になるやつよ。めちゃくちゃ広いもん。4月30日に橋が開通しますので。だってここ通ったら、うん、もうレタントンまで多分もうゴールデンリバーより近いんじゃない。そうね、ここだとだけ花火も2つ見えるよね。ビンホームの方の花火もあるし、そうね、セントラルパークのね、うん、で左側の、あの中心地の方のえ、ちょっとえ建物の名前一つも出てこんやん。なんだっけ、ビテクスコ、ビテクスコあたりで上がるやつね。はい、めちゃくちゃいい物件だこれ。さあ、そしてトイレ、ここもおしゃれ感出てるよ。石の作りだし、電気もやっぱ埋め込み式ですよ。で、ここにね、収納すごいのよ、ね、俺が、ね、不安で出てきた、お前が、ね、お前が不安で出てきた、出てきすぎて。収納もめちゃくちゃ広い、両方、全部。これ意外にね、ここなかったりする家とかもあるけんね。これマジで、あのトイレットペーパーとかもやっぱ隠せるっていうね。シャワールームは杉本さんおらんからな。皆さん、感じてください。そして、これぐらいです。これぐらいの広さ。ここ手開いたのと身長の長さって同じって言われてる、うん、これ2m30 ある、うん、2m30。 いや、手も曲がってるし、で 2m30 ないし、 2m30 あるとしたら天井の高さがマジで 4m ぐらいになっちゃうし161もないっていう感じかな。ちょっと曲げとるね。上もね、この普通のシャワープラス上から降ってくるタイプの水もあるし、はい、すごい。やっぱ一つ一つが本当高級感あります。ベッドルーム、ワンベッドルーム広いね。そして窓、すげえ、ここだけ開けれるし、え、開けれるし、開けれるし、 M1 の審査員が93点、95点、96点、93点、83点、合計得点は分かりません。計算機あるか、ちょっと皆さんやっといてください。計算機お願いします。いや、もうこれ全部開けるすごいね。やっぱさ、まあね、目の前が橋だけ交通量あると想定されてるよ。ちゃんと服装ガラスなってます。服装になることでね、全然音の範囲違うけどね。そして収納、出た、また光ってる。ほら、めちゃくちゃおしゃれな、このこれもめっちゃおしゃれじゃない。普通にあの突っ張り棒みたいなんじゃないよ。うわ、ここなんかこだわり感じる。ほら、ここにズボンかけれたりするわけでしょ。ああ、そうね。え、すげえ。まずここ住んだらできる男プラス、めっちゃ女の人にモテるんじゃないこれ。うわ、またエアコンもやっぱ埋め込み式ですよ。ファシリティすごいね。バーベキューエリア、カフェで、ジム、ヨガ、え、サウナもあるんだ。サウナ、この景色やばいよ、やばきれいや。プール越しのこのサイゴンビューよ、もすげえやん。ジャグジー売りで割れたらタダでもらえるのコーナー来たよ。怖い怖い怖い、どういうこと。今まではね、いや
賃当てたらタダで借りれるのコーナー、うん、でも今回これ売買物件だよね、うん、まあその売買の値段しかまだこう公表されてないと、はいはいはい、まあ、そうなってくると俺も交渉しましたよ、はい、やっぱ不動産のね、江戸アセツさんやっぱもういつも好意にさせてもらってますから、売りに当てたらタダでもらえるらしい。よしよし、分からんけど怖いってその額がでかすぎてそんな喜べんよ普通、怖いって。いやこれ借りれたらもうマジで誰かに貸すから、お前に貸すわ。なんか嫌だな、それ。なんか嫌やな。いや、もう嫌なやつになりだしてるやん。いや、行きますわ、これ。マジ当てるよ。マジで分からんけど、もう超新築よね。2021年の12月から稼働し始めた物件で、レタントンまで3分ぐらいか。ワンベッドルームの83平米。マジでむずいぞ。なんかヒントもらえば、せっかくそのエナーセットの人もいるから。ああ、ビーホームのワンベッドっていくらぐらいですか？ビーホームワンベッドだから、大学で買うだと全然2000万超える。2000万超える？いや、ビーホームで2000万超えてくるんよ。絶対こうもっとするやろ。いや、するか。いや、俺マジで、うわー、でも分からんな。5000、5000は超えそうな気するけど、あ、でも分からん。4800。お前はちょっと待って、48でいくわ、思い切るわ。うん、7000いくかな。7000いくらですか、こちらの物件。6500万円。うおー、めっちゃ惜しいよ。ってことはニアピン賞で。いえいえいえ、そんなないから、言ってないから。そ65、120億だ。120億だ。6500するんだね。でもあれでしょ、正直もう売れてきとるんでしょ。ほら、だけどマジで今他のところを買った方がいいってことじゃね。今これからこういうお部屋がポッポッポッって出てくるんでしょ。橋完成前でこれだけ、完成した後上がるやん。やばい。うわ、これがインサイダーみたいになる。俺が言ってインサイダーみたいになる。この見てる人はインサイダーみたいになる。何インサイダー。ほら、情報をほら提供してるから俺が。いやけどこれ世に出回る情報だから。あ、そう。あ、そう。インサイダーないないって。聞くぞ、俺は聞くぞ。教えてくれたし。もうマジで皆さん、今が買いなんでね、ぜひ、もし気になった方がいたらリンクやホームページをクリックしてエナセツさんに問い合わせしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。